シボレーサバーバン。シボレーサバーバンは、ゼネラルモーターズが、シボレーブランドで販売する、フルサイズ SUV である。1935年から現在に至るまで、アメリカでも最も長く生産されている車種の一つである。1933年から1934年、シボレーは、1、2トンピックアップトラックのフレームをもとに、ステーションワゴンを販売。 このモデルは特に衆軍や民間の自然保護団体向けに開発されたものである。車体の多くの部品が木製で、座席定員は3.23の3列8名乗車が可能であった。1935年、貨物のバンと乗用のキャリオール、ケリーウルを設定し、市販を前提とした量産車として、シュボレーサバーバンが登場した。このモデルは同世代の一、 2トンピックアップのフレームや、ボンネットとキャブを流用していたが、すべてが金属製となったボディは、過去のウッディーワゴンとは少し形が異なった。3.23の3列8名乗車が可能で、背面には、二役や乗降に便利なように、観音開き、または上下開き、跳ね上げ窓とテールゲートの組み合わせのバックドアを設けた。1941年にモデルチェンジし、 戦時体制下の1942年から1946年にかけては、主に軍用輸送車として生産、納入された。バックドアが、観音開きのモデルが3106、上下開きのモデルが3116と呼ばれる。直列6気筒のガソリンエンジンを搭載し、排気量はシボレーが216立方インチ、GMC は228立方インチである。 1947年にモデルチェンジを受け、1954年から4速、ハイドラマチック、一般的なトルコン式 AT が追加された。この世代が、キャノピーエクスプレス、最後のモデルとなった。1955年、エンジンのラインナップに、i6 とスモールブロック V8 が登場した。シボレーは265立方インチ V8 を搭載していたが、 あとに283立方インチのシドバージョンに進化させた。なお、GMC の V8 エンジンは、ポンティアックのものをベースとしていた。1960年から1961年モデルは、1950年代のシボレー車の特徴を踏まえていた。フロントグリルの上部にある大きな楕円形のエアインテークがそれである。1962年以降、ボンネットの造形が、 穏やかになり、大きなエアインテークを廃止して、より近代的な外観に変更された。1964年、フロントウィンドシールドが引き立って見えるよう変更され、ドアウィンドウも拡大された。このモデルは当初 4WD をオプションとしていた。2WD モデルは、トーションバースプリングを用いた、フロントダブルウィッシュボーンサスペンションを装備し、リアは、 トレーディングアームとコイルスプリングのリジットアクセルで構成されていい。エンジンは磁気6と V8 で305立方インチの V6 が GMC のモデルでは搭載可能であった。305エンジンは GMC の中型トラック向けに製造されたものを転用したものでトルクは大きかったが燃費には大いに問題があった。この世代はドライバー側1枚、助手席側2枚の 左右非対称のドア配置が特徴である。2WD と 4WD とが用意されており、283、307、350立方インチの V8 エンジンがラインナップしていた。1971年、フロントブレーキがディスク化され、1972年は 2WD モデルのリアサスペンションがコイルスプリングであった最後の年である。7代目は、 当初、家族向け4ドア車であった。1970年代の角の丸いボディスタイルは、最も製造期間の長い18年間の当世代を、彷彿とさせるものである。2WD と 4WD をラインナップし、ベースエンジンは、スモールブロック350立方インチで、400立方インチ V8 はオプションであった。454立方インチ V8 エンジンが2、WD の3。 4トンモデルで最も一般的に搭載されていた。オイルショックの影響から1982年以降のモデルでは6.2リットルディーゼル V8 エンジンが搭載されるようになり、これが後にヨーロッパへの輸出モデルとなる。トランスミッションは当初3足ターボハイドロマチック、オートマチックが搭載されており、1、2トンモデルにはターボハイドロマチック350、 3.4トンモデルにはターボハイドロマチック400が搭載された。各数字は最大許容トルクによるクラス分けを表す。また、ベース車両から上級グレードのシルバラードまで3列シートがオプション設定され、9人乗りとなった場合の最高列の居住性向上のため、リアヒーティングシステムもオプションで設定された。百八十六年と百八十七年、 ガソリンエンジンの燃料供給が、キャブレターから電子フューエルインジェクションに変更された。この変更によって燃費が向上し、排出ガスの浄化が実現した。燃費向上の一環として、700R4 と 4L82 オーバードライブ付き4速オートマチックの搭載が可能となった。1992年、GMT400 プラットフォームをベースとした。 サバーバンが登場した。このプラットフォームは1988年の時点で完成しており、他のピックアップトラックのモデルチェンジに比較して、サバーバンへの採用は非常に遅いものであった。また、この台のみ、右ハンドル仕様がホールデンブランドで生産され、オーストラリアやニュージーランドで発売された。すべてのグレードのベースエンジンは、スモールブロック350立方インチで、 よりヘビーデューティーな2500シリーズにはビッグブロック454立方インチがオプションで搭載可能で6.5リットルターボディーゼルエンジンがすべてのモデルにオプションで搭載可能であった GMT400 プラットフォームは独立喧嘩のフロントサスペンションが装備され乗り心地が向上したことが特徴であったが 2WD ではコイルスプリング 4WD では ドライブシャフトとの干渉を避けるためトーションバープリングが採用された。なお、すべてのモデルでリアサスペンションはライブアクスルと板バネが採用されていた。この世代でも3列シートがオプションで選択でき9人乗りが可能であった。1996年にはボルテックエンジンが搭載されバディと燃費が向上した。1998年には フルタイム 4WD がオプションで登場した。2000年に GMT800 プラットフォームをベースとした新型モデルが発表された。1、2トンと3、4トンの2グレードが用意され、2WD のほか、すべてのモデルでパートタイム 4WD モデルのオプション設定があった。なお、この世代から GMC 版は UCON XL と改名した。2001年、 6.0リットルエンジンが20馬力アップし、8.1リットルが3、4トンモデルのオプションとして設定された。2002年には、アロイホイール、パワーウィンドウ、フロントパワーシートなど、多くのオプションが追加された。また、Z71 オフロードパッケージが追加設定された。2003年は、不評の多かったインテリアについて、シボレータ車も含めて、見直しが図られた。 2004年にはタイヤプレッシャーモニター標準装備。2005年には1、2トンモデルでスタビリティコントロールが標準装備となった。2006年、20インチホイール 4WD1、2トンモデルに6.0リットルを標準搭載して LTZ パッケージの販売が開始された。2006年1月のロサンゼルスオートショーで GMT-900 プラットフォームをベースとした2007年モデルが発表された。タホやユーコンと同様、モダンでよりエアロダイナミクスを取り入れたスタイングとなった。インテリアはダッシュボードもシートも見直しがなされているが、過去のモデル同様、3列9人乗りの設定がある。オプションで防弾ガラスと走行を施すことができるため、アメリカのシークレットサービスが 大統領の警護のために使用している。2013年9月12日、11代目のサバーバンが一般に公表された。2014年2月にはテキサス州アーリントンで生産されたものが2015年モデルとして発売された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。